なのでこの動画で出たらもうすごいことになります。皆さんこんにちは、人生オリコビルダーひらひら。はい、今回の動画はこちら、レゴスーパーマリオキャラクターパック4を開けます。はい、レゴスーパーマリオキャラクターパック4の2回目の開封になります。前回の動画で5つ開けて10種類中5種類が出ました。まだ持っていないのはドンケツ、ハッチン、メカクッパ、フリーザー、コペンギンです。今回も徳島のトイザラスで6つ買ってきましたので6つ一気に開けます。ちなみに今回のキャラクターパックは6つ全部適当に選びました。なので最悪全部ダブルかもしれません。じゃあ1個目いきます。せーの、ジュッと。うわー、ダブった。アリ兵だ。あっちゃー、いきなり1個目でダブりました。はい、1つ目はアリ兵でした。では2個目開けます。せーの、ジュッと。お、やったー。これ持ってないやつだ。あ、コペンギンだ。やったー。このまま1個もダブらずに出たら、すごい。はい、2個目はコペンギンでした。では3つ目開けます。ちなみに残り4つ全部1つもダブらなければ、今までのキャラクターパックで最高記録を更新します。いきます。せーの、デッド。あ、これも持ってないやつだ。あー、ドンケツだ。やったー。いや、でもキャラクターパックの恐ろしいところって、こっからなんですよね。はい、3つ目はドンケツでした。では、半分の3つ目開けます。せーの、デッド。おー、やったー。これフリーザーだ。おお、これもしかしてコンプリートありえるかもしれない。うわ、マジか。これね、キャラクターパック2のあの奇跡を思い出します。はい、4つ目はフリーザーでした。では5つ目開けましょう。ちなみにまだ出てないのはメカクッパとハッチンのこの2体です。なのでこの動画で出たらもうすごいことになります。では5つ目いきます。せーの、デッド。あー、しまった、出なかった。これはあれですね、ネズミだっけ。あ、ちゃう、チューチューがダブりました。はい、5つ目はチューチューでした。では最後6個目開けます。この動画でコンプリートできないって分かったので、せめてメカクッパかハッチンの2体のうち1体は欲しい。では最後6個目開けます。いただきます。せーの、デッド。あー、違う、これあれだ、かき棒だ。あー、出なかった。いやー、これ最後の最後でダブりましたね。はい、最後6個目はかき棒でした。はい、今回の結果はこのようになりました。出た順で、アリヘイ、ドンケツ、コペンギン、フリーザー、チューチュー、かき棒でした。今回持っていない3種類が出ましたので、結果としてはいい方でした。これで通算11個目なので、次の動画では7つ買います。で、次の7つで残りの2種類が出なかったら、出なかったものを単品買いします。アリヘイとチューチューとかき棒は前回の動画で組みましたので、今回はドンケツ、コペンギン、フリーザーの3つを一気に組み立てます。はい、6つすべて完成しました。はい、今回出た3つも完成度がすごく高いんですけど、個人的にフリーザーが思ってたより大きかったです。で、ドンケツなんですけど、なんかちょっと違う気がするかな。で、コペンギンなんですけど、10種類中唯一の味方キャラクターです。ちなみに残りの3体なんですけど、1回目の動画で全部出したので、今回はキャラクターだけ組み立てました。では改めて、今回新しく出た3体を見ましょう。まずはこちらのドンケツです。全体はこのようになっていて、ドンケツの台座パーツは火山ステージとなってます。個人的に、このドンケツの台座パーツなんですけど、なんて言うんでしょう、地味ですね。いつもの台座パーツと違って、珍しいパーツも使ってるわけじゃないので、なんか他と見比べちゃうと、結構シンプルですね。はい、こちらがドンケツです。いやー、懐かしいな。マリオカート DS のボス戦で出てましたね。ちなみに僕の知ってるドンケツは、こんな感じで、角が上に上がってる状態です。あ、もうまさにこれですね。これこそ僕の知ってるドンケツです。ちなみにキャラクターパックのドンケツはこんな感じなので、もしかしてこれが標準状態なのかな。いや、でもね、僕はやっぱり角を上げた方がしっくりくるんですよね。はい、続いてはこちらのコペンギンです。全体はこのようになっていて、コペンギンは今回のキャラクターパックで唯一の味方キャラクターです。なので台座にカラーコードがあります。これと個人的に今回のコペンギンの台座パーツなんですけど、めちゃめちゃいいですね。こういった水色のクリアパーツって結構手に入らないので、ここで手に入るのはめちゃめちゃ嬉しいです。はい、こちらがコペンギンです。ちなみにコペンギン本体にはカラーコードはありません。はい、そして最後こちらのフリーザーです。全体はこのようになっていて、ちなみに僕フリーザーは見たことあって、スマブラのアイテムで出てました。で、フリーザーの台座はこのようになっていて、フリーザーの台座に使われているパーツ、僕結構見たことないのが多いので、なんかすごいいいかも。はい、そしてフリーザー本体はこのようになっていて、フリーザーも実際のゲームに作られていて、完成度が高いです。はい、レゴマリオとレゴルイージで音声確認いきます。まずはドンケツからいきます。あ、倒せれない。これはドンケツに押し出されています。では続いてルイージいきます。ルイージも一緒でドンケツに押し出されてます。では続いてはコペンギンいきます。おー、コペンギンの鳴き声とコインを取る音が出ました。ではもう一回やりましょう。ではルイージでもう一度。ルイージも一緒ですね。では最後はこちらのフリーザーで。いただきます。おー、凍ってる。すごい。じゃあこれ離すと氷が溶けます。実際のスマブラもフリーザーに当たると凍ります。ではルイージでもう一度。で、離すと。氷が溶ける。あー、これ面白いな。はい、今回の開封で10種類中8種類が出ました。1回目の開封の時にも言ったんですけど、今回のキャラクターパックはほとんど知らないので、後ろの5体はもうほんと全然わかんないんですけど、今回出た3つは割と知ってるものが出たので、結構良かったと思います。で、まだ出てないのがハチボウとメカクッパなので、次の動画ではこの2体を確実に当ててコンプリートしたいです。はい、ということで、レゴスーパーマリオキャラクターパック4、2回目を開けました。流れ的に今回でコンプリートするんじゃないかなって思ってたんですけど、結局コンプリートはできませんでした。ただ今回の開封で全10種類中8種類が出ましたので、次こそは持っていない2種類を当てたいです。はい、次の動画ではキャラクターパック4を7使って、それでも出なかったら出なかったものを単品買いします。次こそは絶対に当てたいです。はい、以上ひろげーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと、最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほななー、イエーイ。